ケンタンラ氏は、日本がタンラに派遣した施設である。タンラの歴史的な記録としては3世紀の中国の首相、三国志義士党遺伝に見える修古が初見であるが、高麗市地理市には、和との関係を伝える伝説も記載されており、古くから日本と交流があったらしいことが推察される。その後5世紀から6世紀にかけて、三国式の記事に、見えるようにタンラはくだらに長江 服属したと見られている660年に、くだらが、東軍の侵攻によって滅亡すると、丹羅は独自の外交を展開し、同年には東へ使いを派遣し、また661年には、第四回剣投資が丹羅に漂着したことを機に、王子淡季島を日本に派遣し入港し、 以後、丹ラからは678年までの間に、公式記録に残るだけで、京急寺の施設が日本を訪れ、679年に、白木に服属するまで長考を続けた。また、白月の絵の戦いの幸福者を示した記録に、丹ラ国史が確認できることから、この時期の丹ラは、日本と共に、くだら救援の行動を起こしていたと見られている。日本への入港に対し、 679年と684年には、日本から丹羅への死者が派遣されている。初回の死者は不明であるが、684年10月の死者については、大使、犬飼連でまとい、小遣い川原連家にと、日本初期巻29に記録されている。両者とも白木への剣士の副辞として送られたもので、前者は丹羅の白木への親族を黙認する。 もの、後者は小国理国の白木への併合を受けての、同行探索のためと推察されている。さらに688年と693年にも、丹田からの死者が来日しているが、すでに正規の国交を維持する状況になかったためか、入居できずに、太宰府で止められている。ありがとうございます。